カトリック・上野島教会は、長崎県長崎市上野島町に所在する、キリスト教の教会堂である。長崎港の入り口にあたる上野島は1960年代に、海面埋め立てで、九州本土とつながるまでは離島であった。幕末のプティジャン神父による隠れキリシタンの発見の後、上野島で水方を務めていた西正吉が、大浦のプティジャン神父を訪ね、 神の島にも潜伏キリシタンが多くいることを打ち明け、その後神の島の隠れキリシタンはカトリック教会に復帰していく。当時、全島民が潜伏キリシタンであったとする説もある。1876年にパリ外国宣教会のブレール神父が神の島に着任し、カ教会が設けられ、1881年に公認のラゲ神父により現在地に 木造の境界道が建築された。現存のレンガ作りの境界道は、1892年に当地に来住したデュラン神父が資材を当時設計、建築したもので、1897年に竣工した。当初は漆喰塗りであったが、後石灰、セメント塗りに改装され、現在の白い外観になっている。長崎港を発着する船から、 教会の姿を見ることができるため、長崎港のランドマークの一つとなっている。ありがとうございます。